女子も限界ですよ。今夜が山場だ、気合だ気合。そんなこと言っても無理なものは無理です。うるさい、口を動かす前に手を動かせ、このざんぐりぶっくりが。こんな女子嫌だ。うるさい、この無能パンダ。喧嘩してないで仕事して。抵抗ペンギン。拒食症になるとどうなるのか。パン。このずんぐりぶっくりが。このずんぐりぶっくりが。痩せなきゃ。極度な小食。お前最近全然食べてないな。そう、しっかり笹の葉食べてるけど。それ笹じゃなくてクローバーだぞ。まあいいや。いいの。笹って量が多いんだよね。だからクローバーくらいの大きさがちょうどいいんだ。量じゃなくて種類が問題だろ。食事の仕方。占いでもしてるのか。違うよ、食べようと思って。ずいぶん小さく切って食べるんだな。もっともっと小さく切るよ。粉みたいにしてからじゃないと食べられないんだ。お前その作業で昼休み伸ばそうとしてるだろ。よくお気づきで。極端に体重が減っているけど。おはようございます。お前最近痩せすぎじゃないのか。何言ってるんだよ、こんなに太ってるのに。いや、痩せてるように見えるが。上司、パンダ痩せたよな。何言ってるんだ、いつも通りずんぐりむっくりしてるだろう。そうだよ、寝てなさすぎて目がおかしくなってるんじゃない。え、俺がおかしいのか。陰口を叩かれている気がする。お前太ってるな。二度と食事するな。そんなこと言えないでよ。太ってるお前には価値がない。食の悪い豚め。そんなこと言わないでよ。なんだどうした。あれ現状。俺は自分の仕事は自分でやってくれって言っただけだぞ。そんなこと言わないでよ。どうすりゃいいんだ。食べることが怖い。お前いい加減ちゃんと食べた方がいいんじゃないか。やだ、食べたくない。あんなに食べるの好きだったのに。食べるのが好きなパンダはもう死んだんだよ。仕事をサボるパンダは今の健在だよ。体調の変化。どうしたんだ。最近体調が悪いんだ。体がだるかったり、すごく疲れたり、冷えとかも。お前拒食症なんじゃないか。拒食症は低血圧、徐脈、不眠、うつ、無気力、やがて骨粗鬆症のリスクもあるんだぞ。そんな大変なことになっちゃうんだ。でも痩せられるなら別にいいかな。やばいな。治りたい自分と治したくない自分。パンダ、お前拒食症なのか。しょうがないな。なんか俺のせいだってペンギンが言うから、今日は俺のおごりでたーんと焼肉食べさせてやる。拒食症は無理やり食べさせても根本的な解決にはならないんだぞ。何？病院に行った方がいいぞ。いやだよ、ちょっと小食になったくらいで病院なんて。いや、ちょっとじゃないだろ。痩せてれば全部うまくいくんだ、口出ししないでよ。それにまた太ったらって考えたら怖い。パンダ、お前の気持ちが分かったよ。焼肉じゃなくて寿司が食べたいんだな。ちょっと黙ってて。絶対的な治療法はない。じゃあどうすればいいんだ。拒食症に絶対的な治療法はない。本人が何かのきっかけで変わるしかないんだ。パンダ、お前は痩せなくても大丈夫だぞ。日休めはやめてください。本当だ、これを見ろ。動物園でこんなに人気なパンダは痩せてるか。こいつら食べて寝てるだけなのにこんなに人気者なんだぞ。つまりお前はありのままでいいんだ。よし、ありがとうございます。僕ダイエットやめます。俺もこの前は心ないこと言って悪かったな。いえいえ、もう気にしてませんよ。じゃあ引き続き仕事を。僕は食べてゴロゴロしてるだけでいいんだから仕事なんてやらないよ。え、上司の見せてくれたパンダは仕事なんてしてなかったしさ。いや、仕事はしてほしいんだけど。あー、なんかお腹空いてきました。上司、焼肉行きましょう。よし、今日の仕事はペンギンに任せて行こうか。仲直りしなきゃよかったのに。シンギュラリティって知ってるか。 AI が人類の知能を超えて俺たちの生活が大きく変わることだ。2045年には AI が人類を超えるらしいな。次回、 AI が人間を超えるとどうなるのか。上司は現段階でも AI よりバカだけどな。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの。俺が無限にピチピチしてやる。ピチ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 ピ